山陽岩渕山は日本の北、関東、群馬県東郡東小松町にある標高802.6メートルの山。群馬百名山の一つ。群馬県を代表する名称で、東渓谷と共に、東八景を代表する景勝地である。山頂部の南面は約200メートルにもなる岩壁が切り立つ。約600万年前の噴火活動によって、 形成された山が、風雨と川の流れに侵食された結果、断崖だらけの荒々しい山陽となった。山体は大部分が岩島層に属す。上部地層は、主として、安山岩失業改革歴岩と安山岩溶岩、下部層は、主として、業界岩で形成されている。戦国時代の岩筆山登録中腹には、真田氏ゆかりの難攻不落の山城として、 天下に名を馳せた名城、岩渕城があった。そういったつながりから、2016年の NHK 大河ドラマ、真田丸では、実写映像と CG と VFX とで制作されたオープニングタイトルのクライマックスシーンに、岩渕山が用いられた。また、麓の古屋地区には、真田正幸が武田勝頼を迎えるために3日間で建てたと言われる、館城。 古屋御殿があった。この館は占領院という寺院があったため、現在では占領院跡と呼ばれている。登山道は岩場もあるが、危険箇所は鎖やはしごで整備されている。山頂からの眺望に優れ、上州の山々が見渡せるほか、晴れた日には富士山を遠望できる。二0 1年代現在では、毎年十一月三日に平沢地区の登山口で、 紅葉祭というイベントが催され、県内外から多くの観光客が訪れる。地元で採れる山菜を使った郷土料理などが振る舞われる。郷原駅の背後にそびえる岩渕山。ありがとうございます。